んにちは。こんにちは、こんばんは。ネムネムボーイのいなりです。たくみです。はい。今日はですね、はい、久しぶりに NG なしの質問コーナーを開催したいと思います。久しぶりだね。めっちゃ久しぶり。すごい久しぶりに募集したので、めっちゃいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、早速答えていきましょう。はい。結構ね、際どめのやつ選んだ。あ、俺も選んだよ。同棲してから結婚意識高くなりましたか？おお。多分そもそも結婚の意識があったから同棲をしたよね、スタートね、うん、で、結婚の意識がそのまま増したか、それとも現状維持だったか減ったかっていうこと。でも僕はすごく増したというか、なんかリアルになった。わかる。考え、私もそう。より、あ、こんな感じなんだろうなが想像ついてきたし、そうそうそう、うん、ダメな部分も含めて自分の許容範囲かどうかが、うんうん、よくより分かるようになってきた。そうということで、次。お風呂は2人で入る？入るときと入らないときがあるね、うん、前までは結構一緒に入ること多かったんだけど、うん、お風呂入ってるのって30分くらいじゃん、うんうん、30分の間にもしやらかしたらどうしようとか、やらかしたらなんか片付けるのに10分とか15分とかかかっちゃうから、うん、それだったらどっちかムチを見てて、どっちかがお風呂入って交代でっていうのがいいなって最近思うようになって。こっちにだから引っ越してから減った。減ったね、うん、絶対5分の1ぐらいにはなってる気がすると思う、うん、ま、完全にムチだよね。うん、ムチが悪い子ってわけじゃなくて、あ、そういうことじゃない。トイレとかをしちゃった時にすぐ勝たせた方が後片付けがね、楽になるからっていう、それだけ、そう、それだけの理由、本当に。ムチ効果で。ムチ効果で減りました。ってことで、次。タクピが彼氏でよかったって思った話ある？話？話でもエピソードでも。エピソードが、いやでも、こういう時にこうでこうでじゃなくても、こういうところとかでもいい、全然。この間、はい、服を買いたくて、ちょっと迷ってたの。うんうん、どうしようかなってなってた時に、たくみくんと別行動してて、うん、私は友達と遊んだ後に帰りに一人でお洋服を見てたんだけど、たくみくんは別の友達と遊んでて、うんうん、もうちょっとで帰るよぐらいだったの。そのタイミングで、今どこどこにいるんだけど、来れたりするって言ったら、おいよ、行くよーって言って、そのまま来てくれて、うん、あ、なんかふっかるって思ったの。おー、めんどくさいじゃん。乗り換えの駅だとはいえ、まあ、一日遊んだ日だから疲れてるかなって思ったんだけど、うんうん、とか渋りもなく、いいよーみたいな感じで、うん、なんか来てくれて、一緒にちょっとよく見てもらって、素敵って思った。ちょっとはなかった、何もなかった。いや、まあ乗り換えだったからね。ああ、となんか事前に言われていれば全然俺は何もない。ああ、やったい、お買い物できるみたいな、一緒に。そういう感じ。そう、なんかすごいなと思った。全く来た時もちょっとも不機嫌もないし、うん、声をかけたその LINE もいいよーみたいな、うん、行くよーみたいな感じで、こんなにサッと来てくれるのすごいいいな、嬉しいなって思った。ひなちゃんでよかったなって話をしようかな。え、あるの？ありますよ、それ。いや、あるかな。ないって。なんで？なんでそんな自信ないの？なんか目の中いるな。なんかいる？あ、いる。ムチ毛。うわ、ムチ毛や。でもひなちゃんの良さってあんまり他人に伝わりづらいよね。分かりやすいものじゃないなと思う、すごく。左の外角はツンデレだろ。基本的になんかちょっとツンツンしてるというか、もうちょっと素っ気ないというか、うん、まあ、でもそれは事実だしね。それが嫌とかじゃなく、うん、でも中は結構人思いだね。もうなんかそれは俺に対してというよりは、ひなりがひなりの友達に対しての行動とか考え方とかを聞いてると、めっちゃ愛があるなと思う。家族とか、まあ、俺とかに対してはそれがもっと素になってて、周りの部分が取れてるから分かりづらくなってるけど、本当は多分そうだと思う。すごく人のこと考えられる人だと思う。そういうところはマジで素敵だなと思う。なんか俺より配慮がある。だから俺はなんか人に文章を送るときとか、ちょっと真面目な文章、仕事の文を送るときとかは、左に確認してもらう、絶対。あ、 そうだね、それはなんか俺はなんとなくで書いてるから、ひなちゃんは、まあ、社会人の経験もあるのかもしれないけど、それに関しては、うんうんうん、ここはこう言った方がいいんじゃないとか、こう言ったら相手こう思っちゃうんじゃないとか考えるの。それは考えるよ、みんな。俺は多分それを自分で思わないからあんまり考えないんだよ。言われてもそんなこと考えないでしょって思っちゃうの。心配性が出てるかもしれない。 そうそうそう。だからなんかそういうとこはいいなと思う。いいなっていうか、なんか素敵だなと思う、自分になくて。ありがとうございます、はい、これからもそのまま言ってください。ありがとうございます。ムチ毛ですか？いや、髪ですか？タクピーです。ということで、次。ムチ様の呼び方。いや、最近めっちゃ増えちゃって、ムチムチって呼ぶ時の方が少なくて、一番多いのはムチ。ムチだね、うん。でもそれは最初からそうだよね。うん。だけど、なんかそっから派生して、なんだっけ？ムチザワとか。ムチザワもそうだし。ムチザワが結構、ムチザワ結構多いね。周囲に来てるんで。うん。ムチ太郎とか。ムチ太郎もある。私のお母さんは、ムッチーって呼んでる。謎にね。え、妹ちゃんはなんだっけ？ムチ子だ。あ、ムチ子だ。ムチムチ子だ。あ、そう、ムチムチ子。ムチムチ子だよ。なんか、やらかしてる時とか、走り回ってる時とかは、ムチザウルスとか言われて。
早いからね。そう、うわーってなってて暴れてるから、ね、そう結構多いね。だから、うん、確かに今後発生はしていく気がする。でも持沢が結構多い気がするな。なんか名前つけちゃう、虫山田とか呼んでる時あるなんかつけちゃう、下にたくさんつけるんだよってことね。次作るお洋服はもう考えていますか？もう実はまだ言えないんですが考えています。はい、実はね。え、どうだろう、喜んでくれると思う。もう少しねしたらちょっと発表できることもあると思うんでお待ちください。はい、ってことで次、倦怠期はありましたか？倦怠期って言われると、うん、ないと。なーなーみたいなのはある気がするんだけど、うんうんうん、倦怠期でなんか気まずいとか喋ること見つからないとかないよね。ないとかそういうのはないよな。それはマジない。お互いが自分のことしながらも喋ってる時間多いじゃん。てかほぼ喋ってるよね、多分めっちゃ喋ってると思う。無言の時間あんまないよね。ないない、うん、あのちゃんとテレビドラマ見てる時とかそういうのだったらでも喋ってるよね。でもちょこちょこ喋っちゃってる。あと、まあ仕事してれば。あ、そうだね。俺が例えば編集バリバリしてたら、うん、そうね、本当にそれがマジでずっと喋ってるから倦怠期だなと思ったことがない。ないよね、うん、そういう倦怠期はない。でもなんかもうさすがにさ慣れみたいなものは絶対あると思う。あ、もちろんそれはある、うん、っていうことで次、夜の営みペットが反応しちゃうと聞いたことがあるけどどう？うん、ムチが反応した。部屋が違うよね、うん、そうだね。僕たちの寝室とムチの寝てるところが違うから反応してるなと思ったことはないよね。まだ一緒に寝れてないから分かんないね。どうなんだろうね、うん、てかね、次、愛用してるスキンケアは何？ほう、なんかありますか？推したいやつ。僕は一時期肌荒れしてて一回皮膚科に行こうと思って、ちょっと有名なね皮膚科に行ったのよ。まあ美容皮膚科じゃなくて本当に普通の皮膚科、うん、で行ってお薬もらって、で基本的なケアの仕方とかも教わって化粧水代わりに使ってくださいって言われたんだけど、あんまり肌に合わなくて、正直もしかしたらそれかなと思って、それをイプサに変えた瞬間に3日ぐらいでめっちゃ肌良くなったよ。そうびっくりしちゃって、もしかしたら他のね食生活とか、まあ、睡眠とかも関係してると思うけど、あると思うよ。イプサが肌に合ってるなってその時多分思ったので、そっから割と使ってる。まあそれが半年前ぐらいの話なんだけど。イプサ長いよね。長い長い。一回なんか使い始めて特別すごいいいわけじゃないかもみたいな、うん、一回やめた時あったじゃん、うん、新しいの他の。あ、それがそのタイミング。そう、試してみたいみたいなこと言って、うん、でまた戻ってるから、うん、結構いろいろ試したんだけどね、うん、まあでもなんか男の人にはいいのかもなって思った。なんか使いやすいよ割と、うん、まあちょっと高いのはあれだけど、そんななくならないよね。そこまでなくならないし、まあ、デザインも可愛いし、ベタベタするのが好きじゃないから、うん、ちょっとトロッとしてるけどテクスチャー的には結構滑らかなタイプだから、あんまベタつかないよね、うん、僕は気に入ってますね。イプサこちらですね。あ、慣れ親しんでる。はい、デザイン可愛いでしょ。可愛いよね。 200ml で確か4000円ぐらいかな。ちょっとお高いんですけど、一回試してみる価値は個人的にはあると思います。すごくいいなと思ってるのは、友達の誕生日プレゼントとかめっちゃいいよ。そうね、そう、価格的にも4000円だから、別に大学生ぐらいだったら誕生日に友達に買うぐらいの金額ではあるじゃん。だし化粧水持ってて困る人ってほぼいないから、で男子は割と分かんねえけどしなきゃなとか欲しいなと思ってる人いっぱいいるから、とりあえずこれを買ってあげてプレゼントするっていう、もデザインも可愛いしのはすごくいいと思います、うん、私はずっと使い続けてるこの雪肌精です。マジでずっとだね。もうずっと出会った時からずっとだよ。大学初めかぐらいから使い続けて何回か浮気したって化粧水いろんなので、今も別に毎日ずっとこれじゃなくて、たまにねなんかちょっとしっとりさせたい時とか、ね、まあ乾燥が気になる時とかは別のものを変えたりはしてるんだけど、まあ、基本的にデイリー使いはこれぐらいすごくいい。これ雪肌精使って良くなかったって言ってる人聞いたことない。私はずっとこれ押してるからどうって聞かれるのよ。使い続けてるから聞かれて、あ、いいよっていうのを言って使って良かったってなってる。これも結構でもいいお値段をするよね。うん、いいお値段します。しかもあの一応さっぱりタイプと保湿タイプ2つあるから、あるよね、まあ、それこそ自分の肌に合わせて使うのが、うん、今これちょっとエンリッチ使ってるけど、あの私は通常のさっぱりタイプの方が好み。透明感増す。個人的に見解として、そう、個人的になんかすごく白くなった気がしてるし、白くなった気がするって言われてるし、あともう一個だけ、これもちょっとお高いものだからみんな買えるわけじゃないと思うけど、ぜひ試してほしいのが、久しぶりに実家帰ったらなんか肌綺麗になってないみたいなこと言われて、その1ヶ月で買えたものがこれしかなかったの。絶対これやってなったんだけど、すごい。資生堂のエッセンシャルイネルジャってやつ、これいただき物なんだけどすごくいい。どういう役割？乳液代わり？私はもう乳液代わりとして使っちゃってる。 はいはい、あんまりこってりこってりさせたくないから、うん、自分の顔を乾燥目立つときはダブル使いする、はいはいはい、基本的にはこれだけで、今夏だしね。そうそう言ってて、本当に朝も夜も使ってるけど毛穴が引き締まってる。で、俺も使っていい？
え、やだー、めっちゃ高いもん、これ。これでもさ、全然減ってるぐらい？え、大事に使ってる。値段で割ったら、意外とそんなことない。最初に手出すの怖いなって方は、資生堂さん行ったら、あー、そう、試しのやつもらえると思うから、それ試してみてほしいんだけど、ほんと2、3日で変わるよ。あと、これの、アルティミウムもいい。これも、革命、私の中で。課金してよかったって思えるようなアイテムだから。それいいことだね。うん、なんか資生堂、もうちょっと上のね、お姉さんになってからって思ってたんだけど、ね、絶対今から始めた方がいいわって、私の中では革命が今起きてる。今、資生堂信者になりつつあるけど、マジでいい。ということで、次。ハグかキス選ぶなら、せーの、ハグ。おハグだよね。なんでって言われると難しいけど。いや、私ハグの方がパワーみなぎる。わかる、そう。なんかエネルギーもらう。え、もらう。え、絶対ある、ハグってエネルギー、うん、ハグだってあるじゃん。あの、よく見る、ツイッターでよく流れてくるやつでしょ。そう、ということで次、2人で新しく挑戦したいこと、やってみたいことが知りたいです。もうマジちっちゃいことでもいい、もう今後でもいいし今年でもいいし。僕ね、あるんです。え、何これ、もう今年やりたいってか。え、怖い怖い、何怖い。バンジージャンプ。おお、え、じゃあ行っていい？いいよ。スカイダイビング。イエー、俺もやりたい。それは全国を巡ってみたい。ああ、そうだね。イベントとかポップアップとかね。そう、東京でしかやれたことがない。ああ、確かにやりたいな。あと、なんかその地域性とかも知ってみたい。絶対あるよね。絶対あるじゃん。うん、なんか知りたい。イベントも絡めたポップアップできたらいいよね。そうだね。一番ね。ジムに行きたい。ああ、パーソナルって言ったっけ。じゃなくてもいいんだけど、普通でもいいの。2人でジムに行ってみたいね。筋トレね、したことないじゃん。そうだね。本当はパーソナルがいいね。だからもうパーソナルで週1とかが一番いいよね。うん、見てくださってる方で、そのトレーナーの方がいたらね。我トレーナーって言ってくれたら連絡ぜひお待ちしております。ムチが来てから朝方になったんよね、比較的2人とも、うんうん、ひなりもなんか昨日はこれから8時に起きる宣言をしてましたので、それに合わせて食生活とか生活習慣とかいろんなサイクルみたいなものを綺麗に回せていけたらいいなと思ってる、うん、体を若く保つためにもさ、やっぱ少しずつそういうの気をつけていかなきゃいけないなっていうのは最近思ってる。はい、ということで、はい、今日は NG なしの質問コーナーを開催しました。久々だったね、うん、なんか自分のことについてこうやって改めて喋るのってなんか変な感じするけど、でもこれ話すとなんかブラッシュアップされる、すっきりするよね。うん、すごくいい時間でした。はい、ありがとうございました。ちょ、恋愛相談もやろうと思って今回どっちやるか迷ったんですよ。そうなんだよね。そう、だからなんかまたちょっと近々やりたいと思います。はい、今日なんか朝散歩してたんですよ。スパイファミリーのこの曲をさ、なんか全力で歌ってる人がいて。口で？うん。え、通り過ぎても歌ってんの？あ、なんかすれ違ったね、対向車線だったけど、袋に詰められたすごっ、びっくりしちゃって、痛かった。袋に詰められた夏の夜、なんか音程が関係リズムじゃない、下手になって歌が難しい、難しくなっちゃった。難しくなっちゃったよねって思った人は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。見たい。また見えるかな、いるかな、毎日かな。